駅名、しめぎ地方県庁口駅は、福岡県福岡市博多区仙台4丁目にある、福岡市地下鉄箱崎線の駅。駅番号は、H03。駅のシンボルマークは、福岡市出身のグラフィックデザイナー、西島伊佐がデザインしたもので、最寄りの東海恵比寿神社にちなんだ恵比寿の顔である。貝塚駅が管理し、JR 西日本中国メンテック福岡支店が、 駅業務を自宅する、業務委託駅である。2018年度の1日平均乗車人員は4826人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通りである。駅名に、県庁とあるが、あくまで、県庁口であり、福岡県庁は、隣の前田市九大病院前駅が、最寄りとなる。ただし、議会旨については、当駅が最寄りである。 海塚方面電車の案内放送でも県庁へは前田市旧大病院前駅で降りるようにアナウンスされる。周辺は商業施設、公共施設が多い。1.2番出口を出て地下鉄線路上の道路を五福町方向へ250メートルほど歩くと国道3号と交差する。過小の段階では仙台町駅であったが現在町名としての千代町がないことから 千代駅になることになった。しかし、商業的な地盤沈下に悩む地元から、県庁の名を付けてほしいという要望があった結果、千代県庁口となった。ありがとうございます。